どうもこんにちは。今日はまたテネシーのいつもの湖に来てます。でほんまはちょっと行きたいとこあったんですけど、そこなんか入り口で封鎖されてたんで、まあ、ちょっと今、別の場所ちょっと試しに来てみました。でまあ一番入りたいところあるんですけど、まあ、そこ行く前に、ちょっとその途中でバイブレーションとジャックベイトと投げながら、まあそこまで流そうかなっていう感じですね。よいしょ。で今久しぶりになんか釣り行く日に雨が降っとってっていう感じで、で今週の中頃ですね、 2,3 日連続でマイナス 2,3 度ぐらいまで下がったりとかしてたんですけど、まあ今日は日中15度ぐらいまでかな、なんか上がるみたいで、今そんなそこまで寒いって感じじゃないですね。まあとりあえずええの釣れたらええなっていう感じです。今見ました、やべ、めっちゃ45ぐらいのやつが足元で食うのやめましたね今。うわー大失敗大失敗、なんやねんいきなり、マジかよ。ちなみに今水温が10度11度ぐらいですね。結構やっぱ下がったやな。A サイズでかい、取った来た、よっしゃでかい、ええぞ、よっしゃバイブレーション、これ45ぐらいありそうやな。よっしゃ、結構かなりやっぱ岸際できますね。多分岸意識ションか知らないですけど、ちょっとそれ意識してちょっとやってみたいと思います。まあ、とりあえず、よっしゃ、これAサイズやろ、はあ、とりあえずこれガトリンラップでちょっと測ってみたろうか。よっしゃ、とりあえず45弱ってとこですね。よし、嬉しい。これなんか今日爆釣するんちゃうんか、これ。あ、よう考えたら新しく買ったこのタトゥーラで40アップ初めてですね。あ、バレた、でかかった。ちょっと次これ試します。これいつも使っとは H2O というところの、ウェイクベイト的なクランクなんですけど、とりあえずこれをちょっと試します。
げたぞ。よっしゃ、いきなり来たやんこれ。よし、お、反転模様が結構あるな。よし、とりあえずこれも岸際通しとったら来ましたね。よし、多分40とか40弱ぐらいかな、これで。よし、よし、よし、取った。これはまたあんま起きないな、多分。どんぐらいやろ。よし、お、うん、多分37、6、7かな、多分ぐらいやけど。よし、3匹目。今日は雨なんもあって水温そんな高ないけど、結構バスのテンションだいぶ高いですねこれ。おっしゃ、マジかこれ。これここ何個か前の動画で来てた場所なんですけど、もう一気に1メートル以上減水しとんちゃうかなこれ。で、前まで釣っとった場所とかもう丘の上って感じですね。よし、まあとりあえずここが始めてた目的のポイントっていうかっていうところですね。まあとりあえずここも結構浅くて下岩が結構入ってる感じなんで、またとりあえずバイブレーション巻いて試していきたいと思います。こっちより向こうの方がよく見ちゃうかなこれ。今のところさっき途中で釣りしよったところの方がベイトっ気がある感じがしますね。どう、ああ今来たのに、うん、岩か、いや今のバイトやろ絶対。さっきちょっと目的の場所はあかんくてまた戻って釣りしようって今戻ってきよるんですけど、途中で重くそこげてもてちょっと調子乗ったからバチ当たりましたね。まあロッドとリールは死守したんで、まあ、無事やったんですけど、肘を思いっきり強打しましたね今。いってさあベイトの気配どうかな、さっきと違うんかな。ビッグブレードのチャーターでいきます。これ4分の3オンスですね。はあ、いやさ、キラトニラップで4匹目釣れたんですけど、またあのカメラの電源入れるの忘れとって全く撮れてなかったですね。まあ35ぐらいやったんで、まあ40アップ撮れてないよりかまあええかなって感じなんですけど、しくじったな。スピックブレード、よっしゃ、よし、ええサイズやぞこれ。バラさんぞ。よし、あ、どうやら、あ、そうでもないか。いや、ええサイズやな。よし、よし、取った。
おお、今日初めて起きてきたな。不思議わかんかった。起きなんか、うわ、なんやこいつ。来たのはいけないか。結構なんか独特やな。げっそりしとんか太っとんか。げっそりしとんな。まあええや。よし。よっしゃ、ちょっとなんか痩せとうけど、とりあえずラトリンラップで、はあ、ああ、でもなんか腹膨らんどんな結構。よし、サイズで言うたら40ちょっとってとこっすね。よし、なんか尻尾が痩せとうけど腹は虫食うてたんだな。今ちょっとボートが前走っとうから映さんように逃がしました。